さあさあ、2戦目。2戦目もちょっと、見ますか。よく晴れた天気になりました。楽天戦。お、素晴らしい。ホームランかな。7番バッター、グリフィン。グリフィン。イーグルス連続安打でランナーを背負っています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。頼む。はい、さあここをしのぎ切れるでしょうか。いいまっすぐだ。さあ点を許したくないこの場面。落としてきた。しかしバッターは止まっています。ゲッツー希望。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。ああ、フォアボールはいらんよ。徹底した低めですね。ゲッツー、取る。うまい。いける。うまい。これはビッグプレー。これはビッグプレー。見ましょう。セカンド上野君、見事ダブルプレーに仕留めました。まあランナー出してますけど、これはこれ鳥肌もんよ。ランナー出ましたが、ファイさあいい、わ得点圏にランナーを背負った。出したくない。ん、オッケー。これは外野へ、レフトフライ抑えてアウト。2アウトランナー2塁となりました。抑えよう。キャッチャーの要求が良かったですね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね、ここでのコントロールミスは許さない。よしよし、そうですね。さあ気をつけていきたい。ワンボーロンがバッターボックスです。オッケー、掴んで3アウト。いいよ。さあイーグルス、ピンチで西川。ランナーを背負った場面です。こういう場面を抑えていくことで勝利が近づいてきますからね。よし、無理か。わうわ、ワンバウンドヒットになった。まあまあまあ、まだ勝ってる。セカンドランナーホームイン。ファイト。抑えたかったんですがタイムリーが出て。ピンチが続くな。ワンボーロンが入っています。嫌なバッターに回ってきましたね。うちの投手リレー舐めるなよ。うわっ、まずい。なんだと、石川くん心配な状態です。ここでイーグルス守備を変えてきました。まずい。さあそしてバッターボックスには太田が入ります。とりあえず抑えよう。続きますね。さあピンチは続いています。切り替えていこう。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ。早いな。盗塁成功。これで一打逆転の状況になりましたよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。まずい。左中間へ持っていく。大きな打球、フェンスダイレクト。逆転だ。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰っていきました。警戒はしていた相手なんですが、やられたな。逆転打を浴びてしまいました。いや、さあそしてアウト。ツーアウトランナー。 T 岡田。さあそしてバッターボックスには T 岡田がいる。確か自由契約になっていたはず。まだここをしのげれば。 OK。 ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってスリーアウト。しかしこの8回に逆転されたな。よし、最終回と点のチャンスでホームラン打ってる。彼ならホームランで一気にサヨナラってことが言えると思いますね。なるほど、そうですね。まあそしてまたチャンスの場面で、バウルボール。三振かホームランでいい。ここもアウト。行こう行こう。いいボールでした。ああ。変化球打った。セカンド正面。取った。連敗。これで3アウト。試合終了です。三安打か。ちょっと石川くんの状態が気になる。わあ、残っている。若干違和感が残っている。ちょっとあれですね、様子見ましょう。無理はやめよう。ちょっと石川くん変えますか。サードどうしようかな。遠藤くんも結構ねパワーがある。どうしよう。遠藤くんにしよう。調子いいからちょっと上野くんと交代。よし。
惜しいな。当たりはいいが。うわあ。ホームラン打たれてる。イーグルスこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。うん、いやまずい。セカンドランナー3塁を回った。バッターランナーは2塁まで進みました。ファイターズ抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんです。抑えをここで3点まで。まあ初球ボールになりましたけど低めを徹底したい場面で取れる。このフライはうわあ。ワンバウンドヒットになりました。アンラッキー。うわあ5点。5点か。いやー6点。打席には4番バッター井上。6点は遠い。点を取って流れを引き寄せれればまだまだ分かりません。よし痛烈三遊間抜けるホームに送球する。オッケーオッケー。井上ヒットが出ました。1点は取ろう。打順は5番。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極的に振って、うまい。打ちました。さあどうだ。ヒットになった。1点は返した。1点か。ファイターズビット。さあマウンドに上がったのは続こう。今シーズン初登板です。サニさんこの相手をどう。どうだ。落ちないか。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは7番郡司。行こう郡ちゃん。センターへヒットを放っています。よしよしよし。耐えれないな。これでマルチヒット。ツーアウト満塁です。チャンスを広げてくれますね。誰、まあ次は勝負強いバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。チャンスついてるからな。その期待のかかる。どうだ。あ、惜しい。これは大きい。ファールゾーン切れそうです。バットを出しません。振っていこう振っていこう。ストライクと追い込んでいます。よし、うまい。抜けた。走れ走れ。帰ってこい全員。サードランナーホームイン。ボールは中継。そしてセカンドランナーも三塁回って。今いいよ佐藤君。いいな。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくる。行こう振っていこう。初球は何から入ってくるか。よしよし。オッケー。センターの前あるぞ。バックホームする。あるある。全然ある。タイムリーが出て去年との得点力が全然違う。このまま勢いをつけたいです。ここは一流のランナーにも注目ですね。なるほど。下位打線でも点を取れる。まずはストライク。ちょっと無理か。いいところに飛んでいる。まあ惜しいな。掴んでスリーアウト。ただ4点。反撃はここまで。4点を取った。先ほどのシーン。最終回。さあそして打席は入っています。さあ得点圏にランナー。いいな秋吉か。ここは何が何でも点を取っていくしかありませんから。レッツを下げたいな。タッチもセーフ。初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。オッケーオッケー。二塁到達。イーグル。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー。いいよ。締めます。さあここでイーグルス。ダイソー。さあそしてバッターボックス。頼む遠藤君。石川君の代わりに入った遠藤君。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど。オッケーオッケー。見えてる。日産ここはスクイーズを。よしよしよし。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。なるほど。さあ。ふう。オッケー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 。振っていこう。よし。ああ。惜しい。頼む。我が主砲。ただ次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ。その期待に応えてほしい。井上打席に入っています。改めてお聞きします。ああ。空振り三振。タイムリー投手でした。惜しいな。楽天イーグルス痛い。ただやっぱなんか試合になってるな。負けてはいるが様になってる。さあ勝とうぜ。見ましたボールです。よし。
セカンドが前に来る。押してる。一塁送球します。一塁。ね、なるほど、そうですね。惜しいな。まず。ワンバウンドヒットしました。サードランナーホームイン。ホークス一点を先制しました。レフト前への。あかん。さあ、ね、これは低めストライク。うん、よしよし。3ボールになりました。あーボールちゃう。インコース詰まりました。明石が掴んで3アウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきます。あー4連敗。うわおボコボコだぜ。高部大きくリードしてますから、まずは一つアウトが欲しいですね。なるほど、そうですね。外れます。打ちました。これはどうだ。おー抜けた。オッケーオッケー、走れ。あー無理か。バックホームする。高部ヒットが出ます。打席には7番バッター。11対0やからな。ですから三塁ランナーは気にせずゲッツー狙いでいいと思いますね。なるほど、1点は取ろう。1点は。ワンストライクです。うわ、いい通信。うまい。よっしゃ。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。これは帰れるか。さあバックホームするか。さあ犠牲フライには十分な距離だがどうか。タッチアップ。サードランナースタートを切る。オッケー。サードランナーホームイン。1点を返した。しかし。ホークス。打席には3番バッター。まあホークスとしてはこの終盤でこれの点差があるんで焦らずピッチングできますからね。思い切り行こう。そうですね、打ちました。くっ、ゲッツ臭い。ショート取った。2塁アウト。あ1塁転送はアウト。ダブルプレー。乾杯。ソフトバンク打ちに打ちました。大量。1年目も6戦目で勝ったから次は勝てるだろう。チャンスを広げています。惜しい。まずい。くそー。ワンバウンドヒットになった。先制のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホークス。期待を裏切らないバックスには菊田入ります。さあツーアウトながらいいまっすぐだ。まあこのままの点差で回を終われるように引き続き集中してほしいですね。なるほど、そうですよね。落ちないか。落ちる。帰る。帰ってこい。帰ってこい。ランナーが三塁を回った。いいぞ。オッケー。追い込んだ。7番の秋原が入っています。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。はい。オッケー。ピッチャー取った。いいよ。踏ん張ってる。くるー。うわぁ、ノーアウトか。さあそして打席に牧原が入っています。さあチャンスが続きます。頑張ってくれ。バッテリーがゲッツを狙ってきますから。うわぁ、手堅い。ピッチャー前、ピッチャーが抑えた。一塁アウト。大ピンチ。成功。いい形になりましたね。回か。さあそしてこのチャンスで打席にはめっちゃホームなってるやん。回が入っています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。いいぞ。ここはスクイーズはありますか。犠牲フライを打てるバッターだと思いますけど、スクイーズも面白い。よしよし。掴んでアウト。いいぞ。ランナー三塁二塁となりました。繋げたかったですね。ええー。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。惜しい。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番の変化球打った。うわ微妙な当たり。サード取った。一塁送球。うふふふ。鮮やかなバッティング。マジかタイムリーで見事な。不運やな。打ったバッターはもみくち。不運なヒット。あれ去年より勝ててない。おかしいな。6連敗か。今日は佐々木くんやから勝てる。バッターは3番の森。
エラーでランナーを出しています。ただ西武戦か、怖いな。このバッテリーをライオンズ打ちました。よし取った、アウト。際どいタイミングでしたが危ないな。バッターボックスにバッテリーはゲッツーを狙ってくると思うので。オッケー、160キロ。なるほど。さあバッターは豪快なスイング。オッケー、打球はセンターへ。バッターは今日 DH に入っている中村。踏ん張れ。レフトフライに倒れています。ワンアウトになっています。うん、体に近いところ。やばい、やばい、片膝ついてなかった今。片膝ついてのホームラン、すごいかっこいい打ち方した。ご覧いただきましょう、見事なホームランでした。ライト方向に持っていけるのが素晴らしいですよね。うわー、行かれたな。ストライク150キロ。落ちる。うわー、秋山さん。掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。西武は乗っているな。さあそして打席には大チャンス入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。空振りでストライクを取ってきました。なんとか1点。うわー、この打球はフライになっています。取ってアウト。2アウトランナー3塁1塁となりました。1点を返せないか。ボックスには佐藤入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。低め打った、セカンド正面掴んだ、1塁アウトで打ちあぐねてるな。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。かあ、7連敗まずいぞ。去年より勝ててない。